まったくスコンブってやったー、ありがとう。あまりにも愛を感じすぎましたし、公式マークなくなってもラマちゃんは応援しながら、ブキちゃん大好きだよ、僕。クブちゃんがいたら何してもいいってミオちゃんも言ってる。もうちょっとだけバイトをやらせていただきたいんですけども、ちょっと飲み物をね取ってこようかなと思いますので、少々お待ちください。ちょっとね、飲み物取ってくるって出しとこう。飲み物取ってきます。表記を出したい。出てこない。出てこないんですけども、飲み物取ってきます。行ってきます。ただいまでーす。ごめんと、こらー、もったくスコンブってやっちゃー、ありがとう。恥ずかしいからやめてください、なんかコメントいっぱいに。でもありがとうございます。ではね、よし、先に換金しますか。24個も溜まってらー。今回は抽選に当選して大変光栄に思っております。これからも適度に不踏みを定点を期待しながらご活躍を応援いたしておりますということで。ありがとうございます。ふぶみよファンですね。今回のニャングコーンファンの方もいらっしゃいましたね。ニャングコーンが好きなんですっていうね。ふぶみよはまたちょっとなんかコラボしたいですね。最近ちょっとね、フレアに白髪が浮気してしまっているので。でもね、運動会の時にみよが声かけてくれたの本当に嬉しかった。運動会の、騎馬戦の時もさ、ふぶき一緒にやるって言ってくれたのもあまりにも愛を感じすぎましたし、あと、建築のね、あれ自体もミオが、ふぶき今回参加しないけども建築とかどうって声かけてくれたのが本当に嬉しくて、いいのーみたいな。いいの、今回ちょっと参加できなくてごめんねーという気持ちと、それでも、よかったら一緒に、ね、練習したりするって言ってくれたのがもうあまりの嬉しさに白髪は大号泣してました。ありがたい。やっぱな、そういうところがミオの本当にいいとこなんですよな。何もかかわらず、体育館の壁画じゃない。体育館裏に落書き建築をしていくという、ね、本当におバカって感じですけども。でも、ちょっとよかったなって。なんか、そう、リグロスメンバーが今回いたからさ、やっぱ先輩が、なんかおかしなことやってたら乗ってくれるかなっていう気持ちで、ちょっといろいろとやってたんですけどもね、よかったみんな乗ってくれて。という気持ちでございました。うん。えがった。みんなノリが良くて本当に良かったし、なんかあんなに大人数でホロメン集まるのそうそうないので、なんか、あれもあれで楽しかったですね、やっぱり。あと、スバちゃんのツッコミはやはりキレッキレですね。さすが、大空スバル。そう。スバちゃんがいるとどうしてもボケに回りたくなっちゃうんですよな、白髪は。ギャハハギャハハって。なっちゃうんですよな。まあ、ということで、まあ、こんな感じのね、アンケートを、今回、まあ、渋谷のミーティングにて皆様に募集させていただきました。ご回答いただきました。スコンブの皆さん本当に改めましてありがとうございます。そういえばふぶちゃんのツイッターの公式マーク消えてるぞ。そんなバカなこと。そんなバカなこと。どうして？え？どうして？なんで？どうして？これはもしや事件の予感。一体白髪の公式マークはどこへ行ってしまったのか。これは事件ですよ皆さん。まさか白髪のあれだけおねだりにおねだりを重ねた公式マークが消えてしまう。どういうことですか。なぜですか。ちょっと待って、本気で知らなかったんですけど。え？何事？何事？どうしてなくなってしまった？なんで白髪の公式マークください！公式マークください！
なんかごめん。いやで、気づかせてくれてありがとう。唐揚げ食べて元気出して。唐揚げで公式マークが返ってくるんですか。ううありがとうございます。公式マークなくなってもラマちゃんお参りしながら、ありがとうございます。公式マークがなくなっても白神のことはなくさないでください、皆さんの心の中から。ブキちゃん大好きだよ、僕。おなんだよ、やめ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 よ、恥ずかしくなっちゃう、なんか言われちゃうと。そうなんだ。そう。で嬉しくてね、そう、嬉しくて恥ずかしくなっちゃうのに、ね。いいよ、恥ずかしがっててもいい。聞いてて、じゃん。何よ、何よ。え好きよ。好きもボケも。そうやって、そうやってからかって楽しんで、この、そういうの好きだな、おかよな。やっぱでかいと心も余裕があんのか。あ、そういうことか。でかいとでかいとやっぱ余裕が違うんですか。え、どこがでかいの、ふぶきちゃん。うん、なんかめっちゃ見てる。器かな、触りたいの。肘で当ててるし、肘で。いいの、手で触ってくれてもいいのに。やだよ、触れないよ。やだ恥ずかしいです。普通に恥ずかしいです。そんな気遣いすぎだから。まずは祈祷からですかね、みたいな。本当にさ、全然いいから。全然いいからじゃないよ。じゃあ触りますとならんやろって。いや、もう確かにね。でも、スマちゃんにもそんなこと言ってんのか。スマオカで、スマルちゃんにそういうことは言わないかな。あ、言わないんかい。逆に言わないかい。いや、そうだね。あ、そうか。スマルちゃんとはないね。スマルちゃんにそういうこと言ったら、うん、多分さ、うん、なんか、うん、何言ってんだ、てめえ。あ、確かに言いそう。何言ってんだ、てめえ。恥ずかしがるってなさそう、確かに。ないね。バイヤー。MC、もうブレないじゃないですか。なんか、その、まとめんの激うまいやないですか。あ、いや、でもみんな言ってダンボで、やっぱ、スマちゃんとか、そう、ポロちゃんとかもそうなんだけど、はいはいはい、盛り上げるのが上手い人がいると、あ、はいはいはい、みたいんで、むしろ盛り上げてくれるから、こっちはやりやすい。いやいやいや。やりやすい、ほんとに。スバルいつも、うん、まあなんかそれこそ、うんうん、なんか何人かで集まってやるみたいな時に、うんうん、収集つかなくなった、うん、この爆発しきったやつどうやってまとめるんだろう、うん、フブちゃんって思ってても、うんうん、なんかスーって収束させていくから。はいはいはいみたいなんでね。すげえんだよな、マジで。いや、スバちゃんもできるよ、きっと。いや、スバルは結構でかい声でセンスみたいなところあるんで。はーい。はい、みんな聞いてでも、ふぶちゃんは声張らないんですよ、MC で。そうだよ、張らないね、あんまりね。でも、うん、なんか、はいはいはい、って言われると、うん、あ、静かにしなきゃって。静かにしなきゃ。で、次行くよ、みたいなね。そうもう先に進めちゃうみたいな。いや、だから、うん、もうふぶちゃんがいたら何してもいいってみおちゃんも言ってる。ありがたいね。でもまあ、しわかみと一緒だとまあ安心っていうか、まあ、あ、大丈夫だわと、確かにマリンちゃんとかも言ってくれるから嬉しいよね、うん、そう、安心感がマジですげえ。ありがてー。